ごきげんよう。見た目は大人、頭脳は子供、でもあそこだけは立派な大人、積極的でございます。さあ今日はですね、面接シリーズを積極的にお送りします。今日の方はですね、35歳の恋愛カウンセラーの方でですね、僕もそういった職業の方と初めて対峙したんですけども、まあ、その時の模様を積極的にお送りします。でまあ写真を見た段階でですね、ちょっと微妙かなって感じだったんですけど、まあ百聞は一見にしかずな僕のスタンスからするとですね、一度はとにかく会ってみないとということで、まあ会ってみたんですけど、あ、ちょっとこれはビジュアル的に厳しいかなと、まあ、箸にも棒にも引っかかんないなって、まあ、瞬時に悟ったんですけど、まあ、せっかくなので、まあ、いろいろちょっとお話ししてみようと思って、まあ、いつもの面接デニーズに行って、まあ、お話ししたわけなんですけど、特段今日に関しては AV にうんぬんっていう内容は正直入ってないんですけど、もちろんこうしてですね、いつも言ってますけど、面接シリーズに採用されるからにはそれなりの理由があるからなんですね。昔のドラマ、東野圭吾原作のドラマ、ガリレオのね、あの湯川教授の名台詞で、物事の現象には全て理由があるという名台詞があるんですけど、その通り面接シリーズに上がるからには必ず理由があるということなので、その理由は一体何なのかということをご覧いただければわかるかなと思います。今日見るべきポイントは一つで、恋愛カウンセラーってことだったんで、あの普段僕が女の子に対して面接してるじゃないですか。ですが逆に今回は僕がですね、一体どんな風に恋愛に生かしたらいいかっていうね、僕が逆に面接される側になってますんで、途中からその、僕が逆に面接される側になるというその部分をですね、お楽しみいただければと思います。面接する側から相談者へ、面接シリーズ、それでは積極的。最初から普通にメールでそういう話をしてよって思ったよね。めんどくさい、はいはいはい、めんどくさいって、してなんか、はい、行くのもさ、ね、時間があるじゃないですか。会った時にそのハードなことを要求されて、そういうことだった、ね、その前は普通の会話で、はい、別に普通にしててだった、うん、今でも言葉思い出せないですか。イラなんとかっていう、ま、なんイラマなんとか、イラマなんとかだとかとかなんとか、あと何言われたの。ええないですか。あと何言われ要求されたの。いやとかそういうイラマチョって言うんだけどさ、イラマチョイガだって何要求されたの。あとあてかなんだろうな、その方はこのサイトが、とても長いんだそうです、はいはい、使っているべきが、はいはい、なのでもうちょっとこうハードめなことをしたいと。あ、なるほど。実際あのその普通に普通のノーマルな、そうそう、恋人同士の、うん、あのなんかそういうことではみたいな感じじゃなくて、うん、あのもっとこう、うん、例えばおもちゃを使うとか、うん、とかはいはい、なんかそういうものも持っていらっしゃったようで、はあはあ、でちょっと引いちゃって、うん、って感じでしたね。あ、なるほどね。うん、それだとあれだね、全然あの自分が求めてられてるんで、そんな言ったじゃないですか。そんな役あるんですか。そしたら私も行きますよ。そしたら経験人数って何人ぐらい、いや動いてない。それは分かんない。結構多い、実年、自分の年齢より多いか少ないかで一つのバロメーターとして、これ結構あながち間違ってないんだよ。それはちょっと分かし分かんないです。あ、多分想像的には超えてる感じ。いや、そんなにしてない時期もあったので。あ、なるほどね。まあちょっとお任せします、ご判断を。あ、全然。でも全然最近はご無沙汰ですか。そんなことないですか。定期的にまぐわってます。でもそんなこともないですね。かといって自分で一人でなんかやるとかそういうのはないですか。あ、一人は、やらなくはない。あ、はっきり言って、すいません。すいません、私あんまり嘘とかあんまりつけないんで。全然嘘つかない方がいいんです。あ、そうです。もうつかないです。もうこの赤裸々に語ったの。そのためにお互い時間作ってあってるんで。そうですよね。別にオブラートに包む必要はない。そうですね。はい、じゃあします、します。あ、そうですか。週何回くらいですか。あ、でも、だからといってそんなにいっぱいするわけでもなくて、うん、あの、ほら、女性はあれがあるじゃないですか。まあ、波ありますよね。波、周期があるので。うん、
それに応じてやっぱり、ね、はいはいはい、その時のまあ1週間ぐらい前とかになるとやっぱりそういうのがしたくなる、うん、でその終わった後もまあまあちょっと続くみたいな。まあそうだね、うんうん、普通多分みんなそうだったんじゃないかな。自分の中で漠然とですけど、例えば今回ね、じゃあそういう関係になります、うん、大人の関係になります、うん、いや私的には最低ラインとしてこれくらいもらわなきゃやってらんねえなみたいなのあります、漠然と最低ラインの金額これくらい欲しいかな。ああでもそれは、うん、やっぱまあ普通あの一般的に言われるやつですね。っていうといくらぐらいですか自分の中で思ってる金額。普通にこれはマスカットだけど、はい、イチゴかなっていう。あ、イチゴね、うん、あのそれはぐらい咲いてもらえれば、まあ、私としては、まあ、相手が、ね、生理的に受け付けない人じゃない限りは、うんうんうんまあ、OK かな。あ、もちろんでも相手様が、うんまあ、嫌じゃなければっていうのはありますね。あのちょっと聞いてほしいんですけどあのせっかくのご縁なんでくだらないんですけ ど僕全然モテないんですよ本当に何を言ってらっしゃるんですか。あの今年の夏もあの海でね有名なあの由比ヶ浜ってところに、はいはい、ゆうがはまほぼ毎日帰ってたんですけどからっきしモテないんですよ。からっきしもう四字熟語で言ったらもう開店休業みたいな閉店ガラガラみたいなもうそういう感じは全くモテないですよ。えだってあれもう結構なすでにあるまついですけど独身ですけど。ああそうなんですね。で僕ちゃんとあの一応ね筋トレとかしてあそうですよ、ね、体とか鍛えてねちゃんと体も作ってね、うん、やってるのにからっきしモテないんですけど、なんだと思いますそんななんだと思いますあの直感でいい、初見で初見あの今って今の流行りが、はい、男性の流行りが、はい、ああいうなんていうの綾野剛さんだったりとかさ、はい、ほらなんていうの私あんまりよく知らないけど三浦春馬さんとかさ、はいはいはい、ああいうこうなんていうの、うん、優しげな、はい、なんかこうちょっとひょろひょろって失礼ですけど、うん、なんかひょろひょろした優しげなそう、はいはい、スマートな人を好む思考が多いじゃないですか。だってあの人たち有名でしょ、うん、かなんかであとあれだあの人菅あの間違い探しを歌ってた人菅原文太ちっそれは全然あるじゃないですかあれでしょ菅分かるよ分かる、うんはい、あのファッションもやる人、はいはいうん、あの人とかもほら菅田将暉だ菅田将暉だでなんかあの人とかもほらそんななんか細マッチョみたいな感じじゃないですか、うん、だから、うん、なんていうのかなこうなんていうのがんつりかつい感じの人が好きな人のそのなんていうのかな、うん、大多数のあれのあれなのかななんか言葉一生懸命探してるみたいなごめんなさい難しいよつまり僕の見た目は少なくとも綾野剛でもないし菅田将暉っぽくもないし三浦春馬っぽくもないってことですよね。そう端的に言うとそう、うん、感じ的に感じ的に全然違います。綾野剛に似てないですか笑っちゃってんじゃん。じゃあだって綾野剛さんがそうこんな髪型してないでしょ。綾野剛に寄せたら綾野剛になるの。あ、な、なに、な、綾野剛さんはいける。言葉詰まっちゃってるじゃないか難しいそんなの。そっか。でもだからって別にさ、うん、否定することもなんでもないじゃないですか。いやまあそうです、うん、僕のあのまあ先生から見てね先生から見て僕の顔どうですかじゃあ顔は。全然なんで。いけてます。全然いけてるじゃないですか。本当ですか。え全然それは社交辞令言ってません。言ってません。ここは嘘つく場じゃないでしょ。まあ確かに。いや俺本当モテないんですよね悩みなんですよ。女性とは知り合ね、うん、一応なんか乾杯とかで知り合うんですけど、でなんかこうあの今年ノリでねなんか結構流行ったんですけど、うん、積極的とか言っていろいろやってんですけど全然恋は消極的なんですよ。どうしようかなと思っちゃってもでも8月までだったんで由比ヶ浜でも9月入っちゃったじゃないですか。由比ヶ浜行かないんでもうぽっかり穴が開いた感じでもうほんとなんかもう燃え尽き症候群みたいになっちゃってるんですよ。どうしたら なんで繋がらないんですかね。 LINE しても既読無視とかね。あだからあんなにいっぱいいろいろ書かれてたんですか。そう、うん、インスタのメッセージ送っても、うん、あの既読無視とかね、うん、何なんですかね既読無視の人ってどう対応されてもむしつこく送った方がいいですかね。いや既読無視はダメです。ダメですか。押したらダメです。もう既読無視してる時点で既読無視です。
だから僕は思うんだけど、うん、これ真面目な話ね、うん、返事がないのも一つの返事だと思ってるんだよ。分かる、そうです。間違ってないよね。間違ってないです、うん、だから追わない方がいいよね。追わない方がいいと思う。仮に追うんだったら多少時間を置いてからとかならまだしも、ね、もう連続して、ね、どうし返事ないけど忙しいのとか、うん、そういう人いるじゃないですか、うん、はい、それやめた方がいいですよね。やめた方がいいと思います。はい、そっか、はい、じゃあそれか返事がない人には、うん、あの今結構巷で、まあ、ある界隈で有名な、うん、あの積極的ゾンビっていうのがっていう動画があるんですよ。僕のねくだらない動画があるんですけど、それをいきなり送りつけるとかどうですか、ね、何の前触れもなく。そうね、もうひゃーん。逆にこういうのしょっちゅうも何も積極的ー。俺は違うね。うちもでいいとこイケメン積極的引きますよ。それですか。マジ引きますよ。引きますよ。そんな動画送られてきたら、みたいな。ちょっと引いちゃうか。引くよ。じゃあ待てばカエルの日和ありって感じですかね。じゃあもしかしたら。うん、待つことも一つのあれかもしれません。ご覧いただいた通り、恋愛先生はですね、週に数回は悶々とした欲求を晴らすために自分でパソコンをいじってですね、きっちりとオナルという自家発電をして、まあ、日々の欲求を解消しているようで、まあ、やはり一人の一女性なんだなというのをちょっと垣間見れた面接だったんですけど、でまあ正直見た目的にも冒頭でもお話しした通り、ちょっと可愛いかブスかだったら、まあ、正直ブスだったんで聞いてて分かったと思うんですけど、やっぱカウンセラーっていう仕事をしてるだけあって、やっぱ質問したことに対してね、返しとかがもうハキハキしてたりとか、まあ、すごくこう話しやすさはもうピカイチだったんですけど、いかんせんやっぱね、見た目、まあ、すなわち容姿がものを言うセクシー業界ではですね、いくら性格がいいとかいくら中身がいいって言っても、まずはやっぱ入り口はやっぱ外見からなっちゃうんで、まあ、これでね外見が伴ってればですね、年齢関係なくですね絶対仕事のオファー来たんですけど、本当に皮肉なもので、まあ、シーソーじゃないですけど、見た目とね性格って言ったら性格だけがこういっちゃってるってなるとやっぱオファー来ないんで、逆に見た目だけがこっちって言うと、で性格がこっちっていう場合だったらもうオファーは絶対来ちゃうっていうですね、非常に皮肉な世界であるんですけど、まあどうしてもね今回の場合は僕は結婚相手とか恋愛相手を見つけてるわけじゃなくて、あくまでもセクシー業界と誘うための相手を見つけてるんで、まあそういう意味ではちょっと対象外だったんですけど、ですごい面白い話してたと思うんですけど、僕がね相談者になってね、面接官から相談者になって時にモテないんだって話をした時に、まあこのご時世は綾野剛とか三浦春馬とか菅田将暉系がいいとか言われちゃってですね、正直元も子もねえじゃねえかって腹の中でかなり激横プンプン丸太郎だったんですけど、しかも僕がじゃあ綾野剛に見せたらいけますかって言ったら答えに詰まっちゃってて、お前全然お前言いづれじゃねえかバカ野郎ってすごい思ったんですけど、まあさすがにそれはもう無理な話で、系統的にねやっぱ僕みたいなのを好む人と好まない人って多分二極化すると思うし、まあある意味でもそういう意味では菅田将暉だってね、三浦春馬だって綾野剛だってかっこいいって人もいれば微妙って人もいるのと一緒なんで、そういう意味では、まあ、盾食う虫も好き好きかなと僕は勝手に思っております。でちなみに LINE のところの話あったじゃないですか、最後の方で LINE が既読無視に関してはどう思いますかみたいなのを質問した時に、そこは僕と先生すごい意見一致してて、僕もそうなんですけど、 LINE して返事来ません、それも一つの返事って僕タイプなんで、だから基本的に僕追い打ち LINE ってどの子に対してもしてないんですよ。男性も女性も自分がね返信 LINE をしてそれに対して返事がないっていうのも、もうそれはもうそういう返事なんだなって思うんで、だから基本的には追わないです。ただ女性に対しては LINE、 こっちが LINE してんのにうんともすんとも言わないで既読無視だとって思うと、本当にこいつ車に轢かれるのやってもぐらいすっげえムカつきます。正直超舐めてるなって思います。でもやっぱ舐めてんなと思ってても、まあ、そういうやつはそういうやつなんで、もうご縁がないだけなんで、 LINE がね男の人から送られてくんのも、まあ、若いうちだけだぞと、年取ってねババになってれば女なんてねもう誰からも相手にされなくなるんですから、まあ、そういう意味ではね今のうちね既読無視とかできんのも今のうちだよバカって常に思ってます僕は、うん、実際そうじゃないですか。そういう意味では基本的に中にはもしかしたら追い打ち LINE をしちゃってる人もいるかもしれませんし、ね、LINE して返事がないと忙しいのとか、忙しい大丈夫とか、返事ないけど待ってるねとかつって追い打ち LINE してる人結構いると思うんですよ。束縛系のところに結構多い傾向なんですけど、それはね基本的にはもうやめた方がいいって話だったんで、まあ、やめた方がいい、じゃあはい分かりましたってやめれないとは思うんですけど、まあ、僕はもともとそういうタイプじゃないんで、まあ、そこに関しては何も問題はなかったんですけど、というようにですね、やっぱりこう日々面接してるとですね、いろんな業種や職種の方と出会うことがやっぱ多くて、今回みたくね僕がね面接する側なのに、まあ、逆に相談者になっちゃったりっていう
ね、まあ、いい意味でのイレギュラーというかね、サプライズみたいなのがあったりして、まあ、これだからやっぱ日々の面接はやめられないなっていうところなんですけど、ということで本日はなかなかご視聴いただき誠にありがとうございました。いつものことですが、この動画がいいなと思った方はグッド評価とチャンネル登録を積極的にお願いします。ということで本日も皆さんにとって積極的